テッド、テッド、テドは、アメリカ合衆国のニューヨーク市に本部がある、LLC、カナダのバンクーバー、過去には、米カリフォルニア州、ロングビーチ、モントレーで、毎年大規模な世界的講演会、テドカンファレンスを開催、主催している、非営利団体である。カンファレンスは、1984年にごくごく身内の、サロン的集まりとして始まったが、 2006年から講演会の内容をインターネット上で無料で動画配信するようになり、それを契機にその名が広く知られるようになった。1984年からと、ハイテク系の話題の多いタイプのカンファレンスとしては、比較的古くからある一つであり、変遷もあるが、基本的には、学術、エンターテインメントデザインなど様々な分野の人物が、プレゼンテーションを行うというスタイルである。 講演者には非常に著名な人物も多く、ジェームズ・ワトソン、DNA の二重螺旋構造の共同発見者、ノーベル生理学、医学賞受賞者、ビル・クリントン、元アメリカ合衆国大統領、政治家、ジミー・ウェールズ、オンライン百科事典、ウィキペディアの共同創設者といった人物が、プレゼンテーションを行っているが、最重要事項はアイデアであり、一般的には無名な人物も数多く選ばれ、 プレゼンテーションしている。講演会に出席するためには、審査を受けた上で、年会費8500ドルを支払って、ペットの会員になる必要がある。1984年に、リチャード・ソウル・ワーマント・ハリー・マークスによって設立された。1990年からは、毎年、カンハレンスを開催している。2013年までは、カリフォルニア州のモントレイや、 ロングビーチで開催されていた、神戸で開催されたこともある。2002年の講演会の後に、プロジェクトは設立者のワーマンの手を離れ、ワーマンは、テッドムードに、専年、事業は、クリス・アンダーソン、元ワイヤード氏のクリス・アンダーソンとは、同姓同名の別人に行き、継がれた。テッドコンファレンスは、テッドの活動の中心的イベントで、カナダのバンクーバーにて、毎年開催される。 講演会のこと。カンファレンスは5日間にわたって開催され、この間約70人のプレゼンターやパフォーマーが登壇し、1000人ほどの聴衆が講演を聞く。2015年まで開催されていたテッドコンファレンスと別都市で行われる同時開催のイベントであり、インタラクティブな生中継が行われ、独自のプレゼンターも登壇する。テッドグロブルは、 テッドカンファレンスの姉妹講演会。基本的なスタイルはテッドカンファレンスと同じだが、開催が1年おき、また開催地が毎回変わる。つまりはテッドカンファレンスの世界巡業版。第1回テッドグローバルは2005年イギリスのオックスフォードで開かれ、第2回は2007年タンザニアのアルシャで開催され、2017年も同地で開催される。 講演テーマに関して、経済成長や開発といったグローバルな問題により、重点が置かれている点にも特徴がある。により、2010年から行われている女性を中心としたテッド主催のイベント。2011年と2012年は、テッド主催ではなく、ティドックスウィミンとして独立したイベントが行われ、2014年は行われないと、毎年開催されているわけではない。 2016年はサンフランシスコで開催された。世界中のボランティアによる字幕作成プロジェクト。2万人以上が参加し、100個と5以上に対応している。ペットプライズは2005年から始まった賞。2010年までは毎年3人に選ばれ、賞金10万ドルとカンファレンス、年会で記念公演を行った。2010年に受賞者は1名になった。 2012年は個人ではなく概念に対して贈られた。2013年に受賞賞金は100万ドルに上がり、世界を鼓舞する願いを持った強いアイデアを叶えるために贈られる。テッドタックスはネットを通じて行われている動画の無料配信プロジェクトのこと。テッドタックスは2006年にスタートし、テッドの名を広い範囲の人々に知らしめる役を果たしている。 テッドタックスでは、テッドカンファレンス、テッドグローバル、テッドプライズ、テデックスの講演の中から、キュレーションされた動画を公開しており、2015年6月時点で2000本を超える動画が公開されていい。配信は、テッドのホームページ http コロンスラッシュスラッシュ www.ted.com。 および YouTube 上の公式チャンネル h t t p w w w i,、e i e、o u t u b e c o m t e d t a l k s i r e c i t o r の両者を通じて並行して行われている。2009年5月、Nokia、ok、の協賛で、各言語への翻訳プロジェクトテット、オープントランスレーションプロジェクトが開始された。 日本語版のページはこちら、テットトークスイン日本語。テッ d の精神である、アイディスワーススプレディングのもとに、テッ d からライセンスを受け、世界各地で発足しているコミュニティ。テッ d の名称は使用しているが、運営や人選、設営などに、テッ d 本体は関与していない。2009年に、ティドクス・トキオが開催されたのがきっかけで広まった。名称中にテッ d の文字を含むのは、 テデックスがテッドのコンセプトを受け継いが団体であることを示している。テデックスのカンファレンスは各地のスピーカーによる講演とテッドタックスのビデオの上映によっ構成され、参加者が個々にディスカッションを通してアイデアを共有し、横のつながりを広げていく場でもある。世界中でテッドのコンセプトは広まりつつあり、2012年4月。 現在126カ国以上の800にもわたる都市でイベントが実施されている。テッ d には職業、年齢、国籍、性別を問わず様々な経歴の講演者が登場する。以下にその一例を示す。テッ d の運営に必要な資金は会員の会費、そして講演会の出席費、そしてスポンサー企業からのサポートによって支えられている。は 多くの企業からもサポートを受けている。ペットに物的、または金銭的なサポートを与えている、かつてしたことのある企業には、以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。